生地のアイスエイジでかき氷どれぐらい作れますか教えて、トントン。計算しまくるで、縦型授業スタートアップ。ワンピースに出てくる青生地って冷え冷えの身の能力者で、あらゆるものを凍らせんねんけど、せめてアイスエイジを使ったこのシーンで計算する。これ、青生地の視界に入る海全てを凍らせたと仮定すると、三平方の定理を使うと見渡せる距離っていうのをこういう風に計算できる。青生地の身長は298センチで、濃い星を地球と仮定して半径6370キロメートルで計算する。そしたら方程式はこういう風になって、X っていうのは大体6キロって出んねんな。ってことで単純に奥に6キロ、左右に6キロ凍って、さも6キロ凍ったと仮定すると、体積はこういう風に出ると。ここから重さを求めたいんだけど、ここからこれで体積が10% 増加するとすると、水の体積っていうのは393立方キロメートルになると。で、水っていうのは1立方メートルで1トンやから、3930億トンの氷になる。かき氷の1人前は 150g とすると、という計算で人数分が出ると。ってことは、青生地はアイスエイジでかき氷を2620兆個作れるって分かる。500円で売ったとしても26系円、いや、16系ベリー稼げるって分かる。海軍大将を辞めて、かき氷屋やってるのかな？ありがとう、トントン。